にしておるから。でなんかな、めっちゃ喉の調子悪いね。昨日もよ、昨日からね、昨日からじゃない、ちょっと前からやねん。なんか悪化していってる気がする。声が出やんくなった。ケイトさんが来てくれます。今日はさあ、今日は黒島は誰の衣装の何色のどんな髪型でしょう。昨日の MC でちゃんと喋ったのびっくりした。ちゃんと喋ったっけ、何喋った。私八木公園で何喋ったんだっけ。喋会、お話会、当たった、来てくれるの。じゃあ、あ、そっか、もう一時受付終わったんか。ポニーさんギフトありがとうございます。配信見てたからわからんさんかと思って。めっちゃ言われる、それずっと言われる。今日も言われた。なんなら昨日も今日も、もうなんなら来てからすぐ言われてる。ずっと、もうずっと若菜さん。しかも衣装も緑で若菜さんのやつだからさ、若菜さんなんじゃないよと思って。12月お話し会始めましてですよって。わーい。今日の髪型どんな髪型するの。見て、それは見るか、来て。その公園来た人の時やからね。ジョンさんギフトありがとうございます。お楽しみというものですよ。皆さんもガチャガチャとかでシークレット出たら嬉しいもんでしょ。私あんまガチャガチャせへんけど。ジョーさんギフトありがとうございます。昨日はめっちゃ不調やった。じゃあ初期公演やから気合い入れようと思って、めっちゃなやろうと思ってたんけど、すーごい不調やって。しれっと握れず曲がれそう、曲がれそうやって、曲がれそうやって。入りたいな。ジョーさんギフトありがとうございます。でもおにぎらずってさ5文字やん。え、おにぎらずやんな。でさ4人やん。でおにぎらずのずーとかラーとか言ってるやん。え、一文字余るくねって思ったんやけど、一文字余るよなってずっと疑問やった。まとめて一文字ってことかな。すごい気になる。え、一枠。こんにちは。お疲れ様です。こんにちはとか言ってたら調子乗った、調子乗った。加入受けて、あ、あ、マニーラスブーイにメンバー、え、なんかみんなびっくりしてる。かわいいって、なんかすごい気に入ってくれる人もって、ボブーの方がかわいいっていう人もったら違うとか、あのタイミングで髪型公表。いや、ちゃうねん。いや、8期やったらそんなびっくりしやんかなと思って。佐藤くんさんギフトありがとうございます。8期絶対そんなびっくりせえへんと思って、あ、佐々木あげてんよ。ほんなら思った以上になんかもうみんなわーみたいな感じやって、ゆけのちゃんがやばかって、なんかまだツイッター見てなかったらしくて朝ので、で両手あげてなんかもうこんなんしてびっくりしててさ、かわいいと思って、赤ちゃんみたいな。劇場は何時も、何時も早め。前は 2,3 時間前に来てたけど、もう今は15分前とか10分前とか。上田和樹さんギフトありがとうございます。お前髪切りましたじゃない。なるほどね。お疲れ様です。しかも入ってもめっちゃおもろい。今なマネージャーさんがな、マネージャーさんがな通ってんよ、今通ってん。なら、そう、まあ、いっぱいお弁当抱えてたの。4段くらい抱えてて、
でドア閉まってて配信してるからあって固まってそこで、で置いて開けて閉めるのかなと思ったらそのまま行ったっていう話閉めたらあかんかな、あこっちにカメラがあるからか、あテロップゲしない、うん違うマネージャーさん、ボブとロングどっちがいいんやろ、なんかもう分かれへん、巻きやすいのは絶対ロング、アキラさんにアキラちゃんとか言ってみよう、やばいでやばいで、ほんまにアキラちゃんって言うんやったらアキちゃんって、アキタンでいいアキタンがいい、アキタン反応するやろ、久しぶりに思ってさライブとかで飽きたわよーとか言ったらどうなるんやろ、やばそう、もうなんかえってなりそう、えなんか場が凍りそうやもん、えどうした大丈夫、あボブ好き、なるほど、なんかリサちゃんはボブ派やった、メイクさんも一人ボブ派で、どっちでしょうね、喜ぶほんまにそれこそ池田ちゃんなめなリアクション期待してくわ、じゃやらんけど、めっちゃ巻きにくいなボブって思ってたけど、ちょっと豪華になった気がする、多分9月も暑いの、アンジュさんと同じ髪型しようと思わんかった、でも聞いて、髪型やりたいリストみたいなのまとめてんねんな、あのメイクさん困らせへんようにちゃんと決めてくんねん、もうどうしようどうしようとかなったらあれやから、もう決めてくんの、だからめっちゃ写真集めてんねん、それのアンジュさんの写真をいっぱい貼ってるあ、なる兄さんギフトありがとうございます こっちカメラやと不便やな、夏休みも終わったで、先輩に飽きた呼びしてた、いや急に黒島がどうしたんってなるやん、こんなさほぼ喋ったことない秋田先生とかほぼ喋ってないねん、なんか最初の方は喋ってたって、あ心理スポット見ましたかわいいラーメン食べてたん、かわいかった、じゃラーメンの食べ方見とこうと思ってそう私な麺類食べんのがいっちゃん苦手なんよ、もうほんまにな一緒にもう行かれへん、唯一行けたんひかりちゃんだけとか言ってほんまに無理やねんな、だからマジさを見てみようと思って、どうやって食べるんやろこんなお上品な人ってと思って、だからもう一回見直す、今日はちょっとあれかもしれんけど明日、あちょめっちゃ画面そう出遅れた、あの帰ってくんのがさもう1時間半くらい経過した後やって、あの始まってからだから分かった、お箸の持ち方は大丈夫、お箸の持ち方は大丈夫、口に運ぶ方がもったいないちゃう、難しいちょっとお箸の持ち方はいいねん、割と綺麗って言われるねんけど、で食べ方も綺麗って言われんねんけど、だから嫌やねん、なんか見られてる感すごい、綺麗っていうことは食べ方見られてるってことやから、わーんってなんだ、あアンジュさんパスタとかね見そう、だからあれなんよラーメンがびっくりした、えかわいいと思って、しかもちゃんとお化けついてる悩んでるし、うんかわいい、ひかりちゃんはな最初の方に行ったで、割と初期あの近くのさ鎌倉のラーメン屋さん、美味しいラーメンみたいなやつがめっちゃ美味しかった行った、でも多かめっちゃ多かったけどめっちゃ美味しかった、あのしかもこう向きで食べるんじゃなくて外見ながら食べるから2人とも、しかもその時めっちゃコロナ禍やったから、あ評判いいボブ割と、そうだからまだいけた、喋る時だけちょっとうんうんみたいな、さすがにその時はマスク会食はしてなかった、もう逆に線方が食べやすいことに気づいて綺麗に食べれるっていう、そう鎌倉近いよな、そこ行って美味しかった、
少なめで少なめで、ああそうしてんねんで、そうしてんねんよ。だって入れへんもん、入れへんもんから少なめで撮んねんけど、そうしたら絶対相手の方が早いよ食べるのが。だから申し訳ない、待たせてしまう。盛り上がりにかけてた去年、去年ちゃうわ昨日。まあ心霊やしな、盛り上がるもんじゃないからね。握手握手会、あ握手、あまた画面握手、握手初めて買ったんですけど、握手の時はショールームと同じような、そうね、そうね、指相撲しようや、じゃあ指相撲しよう。ブロスさんギフトありがとうございます。最後まで見られへんかったよ、お風呂とかご飯とかあったからかけながらやってんけど。リップすら塗ってないからさ、まいつものことないけど、血色な顔変わるから見といてな、黒島リアクション芸人として坂田連れ、いやもう坂田連れてたらすまへんやろ、もう通り込んで動かれへん。おもろいけどなあれ、急に指相撲しようと思って、変な人や止まりそう、大丈夫、変な人やから黒島が、広島が変な人やから、どんな変な人が来ても大丈夫、同等かそれ以下にしかならん。塩探偵すごいキートさんをいろんな呼ばせ方したいねんな、もう全然喋られへんわ、呼ばせ方したいねんな。まさとくんさんギフトありがとうございます。ジョガラさんのコメントが早くてびっくりした、すごい他のファンの人より全然早いくらいの速さやって、迅速な対応やなと思った、めっちゃ早いよな、びっくりした。若菜さんイメージです、これは若菜さん、じゃあ若菜さんのどの写真見せたかを投稿するわ。喉やばい、あ、いけたいけたいけた、あ、急に声出る、急に声出る、え、いつもの声がこれやねん、え、これなんやけど、すごいな、今な、なんかな、出へんかったん、昨日も出へんかったん、ほがなさん経由の味、それいつも言うよね、違うよ、違うんだよ、わがなさんになりたかったんだよ。え、そう、昨日しかもな、わがなさんの衣装やってん。もうこれわがなさんになってほしいんじゃないかと思って、にゃんにゃん言うてもらって、にゃにゃーん。黒島はショールームではつらんで、あのお話会来てね、お話会来てくれたらいいよ。ちょ、なんかやめとこう、こういうの、昨日なんかめっちゃ可愛かった、やった、じゃあボブに合うかなと思ってやりたかったん、カチューシャ、この髪型で、この髪型でカチューシャつけたかったね、やりたいなと思ってたらなった、またアバター名変えました。もう名前変えたらわからないでしょ、楽しみだ、ふんふん、え、今何分釣ってくれるんやって、まあまあまあ、いっぱい来てくれたらね、いっぱい来てくれたらいいよ、そんな1回や2回来たくらいで黒島は釣らないよ。大阪現地握手会行くけど、あー、よしよしよし、まあそんな1回2回来たくらいで黒島は釣らないんで、写真ちゃうわ、時間今何分だった、何分から始めたっけ、横画面あんまやったことないねんな、お話し会で釣ってくださいっていうね、もういらんこと言わんかったらよかった、そばがらさんの衣装、今日はピンクか紫の予想、来たことあるのは紫やったら、ん、紫、青、紫やったらまこちの衣装、あのあやぴょんの衣装やったんやけど、サイズ感的にあやぴょんできてんけど
あのその日がね、みひなちゃんと私やって、青の人がで、あやぴょんとまこちのやつがあってで、逆やってもともとけど、サイズがでかいってなって変えた。おはようございます、衣装さんでした。朝か夕方、あー確かにね、あー学生多いもんな、それはそう。あーオンラインお話会一番最初の間、ほんまに一発目ちょっと盛り上げてな、黒島やる気ないかもしれんからなんかみたいな感じかもしれんから、ちょっと盛り上げといて。黒島ちゃんの釣りってどんなんなん、ちょっと触るだけでも、いや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 、完全お楽しみっすよ。黒の何もよ、やる気出せよ。やる気出すけど、一発目からさ、ね、苦しめてさ、最近さ、ね、訓練だけにしてさ、いけると思ってんだとか言われたらね、沈むじゃん。言われたことないけど言われたことないけど、言われたら沈んじゃうから、いっぱい褒めてねっていう。あ、島模様もうや、あかんわ。もう久しぶりに公園入ったら、さくちゃんの髪型変わって、最初誰かと思ったですよね。じゃあならんために朝ツイートしてんで、なそうなったら見えへんか、もう分からへんかなと思って、誰か分からんかったら見つからんかなと思ったから朝投稿したのけどね、もう意外と見失ってる人分かった。もうもうやる気出して釣ってる時は普通に喋ってる時が多いかも。なんか釣りって何なん、何したら釣りになるの。アンニュイ暮らしはね、おもろ。今11時55分私何時から始めたっけ、何時から始めたっけ、ありがとうね。ちか今日もかわいいね、わーい。え、何時からやったっけ、ちょっと縦にしたいねんけど、一瞬縦にしたいんちゃう。おー一瞬縦、36分から、あれ割とやってる。学校での反応、学校はなんかこそこそとなんか、え、さきちゃんめっちゃ髪の毛切ってる、え、パパになってるねんけどみたいな感じの子とか、え、削除ってなったとか、どうしたん髪の毛、どうしたんってなって、あ、20分ぐらいやってる、やば。そうで、あの仲いい子とかな、しめじちゃんなんやけど、え、削除、え、削除、どうしたん髪の毛食べられたって言って、そう、クマさんに髪の毛あげたって言って、あ、そっか優しいなって言って、うん、削除。ペンギン釣ってきて、ペンギン何で釣れるんやろ、リンゴ、コンビニのリンゴで釣れるかも。今でも失礼したって言われない、失礼したって言わんで、今時言わんで、学校ではお嬢様キャラな、お嬢様やって、お嬢様キャラな、うーん、お嬢のつもりはない、ないけどお嬢って言われる多分な。私日傘さしてアームウォーマーして着てるね。学校は日傘さしてない、アームウォーマーだけないけど、この前とか学級機会出た時に、昼朝行って昼間帰るねんな、だから一応日光が強いわけで、まあ登校でもないから周り危ないわけでもないからいいやと思って、日傘とアームウォーマーして日焼け止め塗って行ったのよ。でクマさんがたまたま見送ってくれてんけど、そんな学校のとこで、で見送ってくれてんけど、お嬢様やなって言って、そんなに乗馬乗ったことあるで、てか割といっぱい乗ったことあんで、高菜のリンゴ。ペンギンは魚で釣れる、あの人好き嫌い多いからな、何の魚食べんやろ、ペンギン釣ったら多分怒れる。日焼け対策してて偉い、やったー、ありがとう。羊のジーンを釣れてる、それはないやろ。通りすがりのゾンビに食べられた、うん、
うん、私はクマさんに植毛したにしました。髪の毛分けてあげたねんって、優しいなって。削除と呼ぼう。私そんなお嬢様かな、そんなつもりはないよ、普通のつもりなんよ。だから削除やゆえにアグラとかかかれへんよね、体育大会とか。でもなんかドッジボール大会みたいなのがたまにあるんよ、イベントみたいなの時にみんなもうあぐらかいてわーみたいな、女子もみんなわーってなってんだけど、黒島だけなんかあぐらかいてたらいいかみたいな感じやから、なんだよと思って。いいけどね、いいけど、いいけどね、全然いいんだけどさ、いいんだけれども、三角座りというものはもともと日本では、日本ではとかあんまりね、あんまり腰によろしいものじゃないわけで、あぐらはあぐらでもストレッチとかであぐらすることもあるんですよとかね。まあこうさ、こう分かる、お姉さん座りしたらさ傾くじゃないですか。でこう女の子座りっていうのこう M 字になる、こうなるやつあるやん、足があれはまあ反り腰よね。でもあんまり良くないから、あぐらがいっちゃいいよお嬢様だから、ああ一人だけ椅子、確かにそうしたらよかった。あれも体に悪そうやね。でもな、まあ、正座も良くないし、あぐらはちゃんとここ伸ばして、背筋伸ばして胸張ってあぐらやったらいいんちゃう。もうなんかもうこんなやったら全部悪いよそもそも地べたに座るのがあんまり、韓国ではあぐらが普通。へー、クラスの男子を椅子にしたらあかんね。どうやったらそうなんね、座るって言っても人体にはまあね、そらそう、そらそう、座らせる側やったわ割と。なるな、椅子ないってなったらぐるーっと変えたって絶対座られんねんけど、みんな普段お父様って言ってたらお嬢様、お父様なんか言わん、グランマとかも言わん。松作はパンダで、黒作はペンギン、黒ペンダだかなちゃうねん、ちゃうねん。私もな、パンダ可愛いと思ってて、で普通に可愛いなと思って、でツイッター、じゃあ X の名前にパンダって入れてなら、あれ松作が来てさ、あのパンダがいいねんけどいいって言われて、え可愛いと思って、いいよ全然って言って、私はクマさんがいいんです。いじってないよ喉がまた、いじってないよ。グランマとか言いたい。でもグランマとなんでお母さんなんやろなあれずっと気になる、なんでグランマ、グランマで X ってなんや、ツイッターの新しいバージョンや、なんか何名前変わっただけのツイッター、今来た、あそう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 、黒島クマさんだよ。みんななんでペンギンとか言ってるの、ペンギンとか知らないんだけど、今スピンだよ、何もしてない、なんなら髪の毛も何もしてない。メイクは多分メンバー的に私がいっちゃん最後なので、グランドマザー、それは分かってるよ、それは分かってるけど、なんでお母さんはお母さんなんやろと思って、お母さんとグランマやからなんでと思って、かわいい金色のファブリーズマザー、それお嬢様なんか普通のファブリーズでいいのになちゃんといいの持ってくる。ワンタメさんギフトありがとうございます、めっちゃおもろい。グランパユーであの人いじってる、あの人って誰スピンでちゃう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 、胎児見終わったけど、何それ、さくちゃんはペンギンから、クマさんから生まれたし。佐藤くんさんギフトありがとうございます。ちゃ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 、さすがにアカウント名は間違えへんやろ、間違えたらさすがに修正してくれるやろいくらぽよさんでもね、お母さんが英語の、ああ確かにねめっちゃおもろい、
グランパグランパでお父さん、そうなんでお父さんお母さんのような可愛いな。ディスルが定番化してきた。いやいやいやディスルな誰やと思う。誰やと思う誰やと思う。あ、違う違う、みんな違うな。ゆきのちゃん違う違う、ぽよさんでもない、わからさんでもない。誰でしょうね。みひなちゃんでもないよ。しまたさんでもない。炭酸やったな炭酸水でした。正解は松作でした。松作の話してる時に松作が来た。メイクする時間ちゃう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 。あのね、ケイトさんとメンバー、あのね、メイクの人が3人メイクさんって分かれてるんで、私の人がケイトさんと美咲さんと私やったから多分最後ね。ケイトさんがここに来てたら絶対見えひんで、しかも誰やと思うとか言わんで、絶対いるくて、うん、普通の炭酸水やと思う。私ここの買ったことないかも。ジオンさんが買ってきたか、買ってくれた、今買ってくれたって言うと思ったね。買ってくれた時くらいしかないわ。お嬢様には専用メイクさんがついてる。あーかわいいな。お化けのカップラーメン買って食べてんのかわいいな。しかもちゃんと綺麗に食べてるからな、かわいいな。ケイトさんはだいぶ喋りやすい方。ほんまに？いや優しいからさ、わかるで。すごい優しいねんけど、話しかけやすいは誰もないよ。よし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 、終わる終わる。ランキングを読みます。ランキングはどこで見れるの？これか。よし、読みます。13、え？こっちか、こっちか、なるほど。え、これは何？あ、ギフトか、なるほど。13位がモスコルさん、ありがとうございます。12位がカッツンさんありがとうございます。うえ11位がしおりさん、ありがとうございます。10位がゆめゆめさん、ありがとうございます。8位じゃない、9位がオレオズさん、ありがとうございます。お、8位がドラゴンさん、ありがとうございます。アンジュさんでして7位がマッサンさん、ありがとうございます。6位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。5位がコタロウさん、ありがとうございます。4位がテツミヤさん、ありがとうございます。3位がポンギーさん、ありがとうございますよし、2位が、え、言うたよな。2位がサトくんさん、ありがとうございます。1位がジョンさん、ありがとうございます。ありがとうございました声までに喉治るといいね。ありがとうございました。ご飯食べようかな。とっていいのかな。めっちゃ揺れるな。バイバイ。ジョンさんギフトありがとうございます。あ、アンジュさんとシンデレラとか行きたいな公演頑張ってね。ちょ、お前な、膝がな、痛すぎるねん最近。やばいで膝が。しかもな、なんかな、青ざ、青ざっていうのできてた、右に。痛い痛い痛いディスってない、ディスってないって。ほんまに何してない。
あんな可愛いお嬢さんおらんで、グランマとありがとうございました。成長痛、うんうん、なんかな、痛いんよ、すごい、伸ばすねんけど、伸ばしたら2、3曲は持つねんけど、トレーナーさんに言ったら、なんか左だけ痛いんよ。だからトレーナーさんに言ったら、あ、ここが硬いねって言って、グリグリグリって言ってくれて、あ、痛いと思って、今も痛いっすねちょっと硬すぎたみたい、痛かった。ヒリオル大丈夫です、老けたかい、うん、老けたもう行くのちゃう、大きいんちゃん、多分老けたね、老けた、老化。でもな、右足もな、右足に頼ろうと思ったらな、右足もなんか朝できてるんよ昨日のどっかで打ったんやろな、すごい痛い。左は関節、右は骨ね、みよし、ありがとうございました。ちゃんとやってんねんで、もう公演中まで伸ばしてんねんで、けど硬いねん。でもなんか中の筋みたいなのが硬いねん。痛い、これ痛い、よし、右足はなんて名前、黒島サクサクです、右足は。ありがとうございました。髪切ったやつの歯の、うん、あ、切ってるで帰った切ってる、バイバイって帰った。お疲れ様ですすごいさ、マネージャーさんがさ通ってんけどさ、これってさ、ショールームしてる時にさ、目やったら来ませんよなあってなって、お疲れ様ですって言って通ってった。よし、ありがとうございました。お昼頑張ります